まあ、練習や試合で、はい、まずボールにこう恐れなくなったというか、果敢に、チャレンジが、まあ、できているのかなというところはありました、はい、生活でも、私生活の中の会話、親子の会話でゴールキーパーの話が増えました。特にその練習や試合で、まあ、うまくいかなかったことが多くなってしまうんですけど、ね、はい、振り返りだったりとか、あとはその日々の練習でどんなことに気をつけたらいいとか、そういう話をよくするようになりました。はい、はい、毎週日曜日を、まあ、楽しみにするようになって、あと終わった後に動画上げてくださったりしてる動画をすごい楽しみに見てるので、そうですね、やってよかったなと思います。